歌川広重、江戸光明海底人、三谷八百前八百前は、江戸時代に海石料理を確立し、江戸で最も成功した料亭の一つである。京方年間に浅草三谷で創業して、以来、栄古生水を繰り返す。もともとは、八百屋だったが、周囲に寺が多かったことから料理の仕出しを始め、次第に料理屋として、評判を取るようになった。 文政期の四代目の当主、栗山善史郎は、多彩多趣味で、当世一流の文人木閣との交流が深く、教科、絵師、下作家の太田南保に、ニ、死は、御三役者は柿椿啓派家の芸者は小一万料理、八百禅と言わしめた。また、八百禅意が、文政五年に刊行した、江戸流行料理通は、当時の料理テキストとも言うべきものだが、食産人、 高塞が序文を寄せ、谷文長、葛飾北斎らが総画を描いて評判になり、江戸土産としても人気を博した。徳川将軍家代々のおなりも仰ぎ、ペリー来航の際の京王料理も担うなど、その名を江戸中にとどろかせた。また様々な文献にも登場し、一両二分の茶漬けや、ハリハリ漬け、松川大、金豚、エビそうめん、うつろ豆腐、峰岡豆腐、 カモシンムシ、中華卵など料理にまつわる、数々の逸話も存在する。高級料亭の先駆け的存在として、江戸の食文化の形成において、重要な役割を果たした。古器物鑑定を、橋本法鶴に、佐藤を、浦井畜祖に学んだ八代目は、明治維新の際に金に焼かせて、古器物を買い集め、晩年息子のズ地に九代目を譲った後栗山。 全助と改名し、屋敷内に、博物館風の茶席、六、窓案を作って収集品を愛願し、明治45年に亡くなる際には古器物の保存と、江戸式料理の維持を細かく遺言したという。明治期の800前は、ロシアの皇太子、ニコライの接待料理を担当するなど、外国にもその名を知られた。山野鳥の名店として、人気を集め、上の天も出したが、 関東大震災で壊滅し、移転した。現在は、十代目の栗山善志郎の指導のもと、十一代目と目される、栗山雄太郎が代表を務める、活放会八百全株式会社が、三越、小田急などの大手百貨店、また、各通販業界において、八百全ブランドの江戸料理の高級惣菜、おせち料理等を提供している。2004年3月まで、 江戸東京博物館のレストランとして、江戸料理を現代に伝えていた。その後、2013年5月8日に、鎌倉十二所にある五大道明王院境内にて、ほぼ10年ぶりに、料理屋としての店舗を、十代目、栗山善志郎、栗山雄太郎が復活させた。2017年1月には、江戸から現代まで継承される江戸料理の集大成を、記した。 江戸料理大全を西文堂振興者より観光した。ありがとうございます。